どうも、わたくわです。今回はこの虫について紹介していきたいと思います。まあ、真っ黒で、ハナムグリの仲間ですね。こちら黄茶色ハナムグリと呼ばれているハナムグリになります。国産のハナムグリですね。日本に生息しているハナムグリの中で一番ね、サイズが大きくなる最大のハナムグリがこちら黄茶色ハナムグリになります。これね、ちょっとね、実は幼虫を飼育していて、この間ね、ようやく羽化してきました。まあ、真っ黒で結構地味なんですけど、実はね、これオスがすごいね、いい匂いを放つんですよ。芳香を放って、まあ、どんな匂いかっていうと、まあ、例えるならトイレの芳香剤みたいな匂いですね。なんかすごい強烈な花の匂いみたいな。飼育してたらなんだかね、飼育部屋の一角からもうものすごいね、トイレの芳香剤の匂いがして、見たらね、こいつら成虫になってたっていう感じです。野外ではね、どんなところに生息しているのかっていうと、木の樹洞の中に生息しています。幼虫は、木のね、ウロの中に溜まったフレーク状のね、まあ土ですよね。木が腐って、まあ、泥状の、まあ、土になったような場所に、成虫が産卵して、そこでね、幼虫が育って繭玉を作ってね、羽化するっていう生態になります。生息場所はね、結構標高高めのところに生息しています。ブナ林とかね、結構標高が1000メートルくらいあるような寒いところに生息しています。まあね、同じところに生息している虫といえば、例えばオニクワガタとかヒメオクワガタとか、そういうね、虫が生息しているブナ林とかね、そういう環境で夏場ね、よく7月8月頃に結構飛び回ってるんですよね。本来だったら、まあ、6月とか7月頃に成虫になるんですけど、我が家のね、飼育部屋結構あったかい環境、20度以上の環境で管理してたんで、まあ、こんな時期にね、成虫になっちゃったんですよね。飼育はね、結構簡単で、まあ、標高が高いところに住んでるとは言っても結構ね、暑さにも強い種類なのかなと思います。やっぱり25度くらいの環境で管理してもまあね、問題なくね、結構羽化してきましたね。産卵はね、結構カブトムシ用のマットだったら、ね、何でもね、すぐ産卵してくれるみたいです。実はね、こいつら結構なね、数いて、まだね、このくらいね、これ実は繭玉なんですよね。これちょっとね、一個だけ繭玉割っちゃったやつがあって、はい。こんな感じでね、今これ、サナギなんですけど、こんな感じで、この一つのね、丸っこい塊の中に、まあ一匹ずつサナギがまだ入ってる状態になります。で、この状態で管理して、さっきみたいにね、こういう風にね、成虫が、ここから羽化します。自然下だと、こういうね、繭玉を木のウロの中で作って、羽化して、まあ7月、8月くらいになったら、ウロから這い出して、昼間ね、活発に飛び回って、またね、新しいウロとかで、他のオスとかメスと交尾して、繁殖するっていう感じの虫になります。今回は、先に羽化したね、こちらの、2ペアをね、使って産卵セットを組んでいこうと思います。オスとメスの区別ね、結構難しいんですけど、こちらね、頭の模様で見比べるそうです。こちらはまあちょっとね、頭の模様あるんですけど、これがメスなんですよね。で、オスはこの頭の模様というか溝というか、これがもうちょっとしっかりね、深く刻まれてて、これオスなんですけど、オスはこのくらいね、頭がちょっとデコボコしてます。メスがこのくらい、まあ、オスに比べて結構ツルツルですよね。こっちはもうオスはね、がっつりこのなんかコブみたいなのがこの頭の上というか、まあ、前鏡っていう場所なんですけど、ここがねボコッとしてますよね。ここですね、ここがボコってなってるのが、オスで、こっちみたいに、ちょっとね、つるんとなって、まあ、ちょっとだけボコッとなってるんですけど、オスほどボコってなってないのが、これがメスになります。こっちもね、これはメスで、これがオスですね。やっぱりオスはボコッとしてますね。なんで、まあ、こちらね、今、2ペア揃ってるんで、まあ、産卵セットを組んでいきたいと思います。それではね、産卵セットを組んでいきたいと思います。今回ね、産卵セットに使うケースは、こちらですね。これ何ケースっていうんだろう、ちょっとね、これ何ケースっていうか忘れちゃったんですけど、まあ、大きさ的には、コバイシャッターの小ケースと同じくらいの大きさです。
いつもメタリフェルとかの産卵セットを組んでる、あの、パンケースとかと同じくらいのね、ちょっと小さめの産卵セットを組みます。で、マットはこちら。これは、あの、RTN さんの U マットを使います。結構ね、あの、オーチャイルハナムグリって、あの、カブトムシ用のマットだったら、どんなマットにもね、結構簡単に産卵してくれるみたいで、本当にね、国産のカブトムシと同じくらいね、あの、簡単にとか、すごいいっぱいね、産卵してくれるらしいんですけど、ちょっとね、あの、我が家に今カブトムシ用のマットが少なかったんで、今回はね、この完熟の U マットを使いたいと思います。U マット出して、で、加水量は、だいたいね、マットの10分の1くらいの量の水を入れます。オーチャイロハナムグリは、ウロの中に溜まったフレークに産卵するような種類なんで、結構ね、ウロの中のフレークって水分量が多いんですよね。なので、まあ、他のね、ハナムグリの仲間とかは、水分ね、少なめで組んだりした方がいいらしいんですけど、オーチャイロハナムグリは、水分多めでいいんじゃないかなと思います。それこそ、ウロの中っていうと、まあね、マルバネクワガタとかね、あの、ツヤクワガタもね、結構、ウロの中で育った種類多いらしいので、そういった種類とね、同じくらいの、ね、水分量でも、もしかしたらいいんじゃないかなと思います。ただ、そんなに水分多くしちゃうと、マットがね、あの、変な発酵しちゃったりとか、腐っちゃったりするんで、まあ、ある程度の水分量でね、いいのかなと思います。だいたい、今、握って、水が、まあ、ちょっとだけ今垂れてますけど、まあ、垂れるか垂れないくらいの水分量でいいと思います。実はね、あの、これ今から産卵セットを組むんですけど、眉玉で最初管理してたんですよ。そしたら、あの、眉玉さっき、ちょっと映したみたいに、まあ、10匹以上ね、眉玉が、あの、こう、まとまって入ってたと思うんですけど、あそこに先に羽化した個体が、実はね、もう交尾しちゃってて、あの、卵が5個くらいね、もう落ちてたんですよね。それを考えると、結構ね、あの、どんな場所でも簡単に産卵しちゃう種類なんじゃないかなと思います。なので、そんなにね、気を使わなくても、あの、産卵してくれるような種類なんじゃないかなと思いますけど、今回はしっかりね、組んでいきたいと思います。底の方はちょっとね、固く詰めてみましょうか。こんな感じで、底ね、このくらい、まあ、3、4センチくらいですね。まあ結構固く詰めました。で、こっから上は、ザザッと、マットを柔らかく入れるだけにしてあげたいと思います。マルバネクワガタとかもね、袋の中で育つクワガタなんですけど、ああいう種類はね、マット、あの、固く詰めない方が、しっかりね、産卵してくれたりするんで、ちょっとね、オーチャイロがどうなのかわかんないんですけど、まあこの、底は固くして、上はふんわり入れてみましょう。まあ、こうすれば、多分ね、その、産みやすいところに産んでくれると思うんで、まあ、いいのかなと思います。こんな感じで、マットを詰めることができました。ここに一応ね、転倒防止用の割り箸をね、適当に入れて、ゼリーをね、2個ほど、こういう風に入れてあげます。ここに、さっきの2ペアね、2ペア投入しちゃいましょう。こんな感じですね。おそらくね、もう、羽化した個体で産卵してる個体がもういるので、こいつらもね、もう、たちまち、すぐにね、活動始めて、もうね、用意できた個体から産卵すると思います。で、結構、国産のカブトムシ並みに産卵するらしいんですよね。それこそ、1匹のメスが50匹以上ね、産んだりしちゃうみたいなんで、ちょっとね、どのくらい産むかっていうのを、見つつ、産みすぎないようにね、調節して、まあ、卵がね、側面とかから見えたら、早めに割り出してあげようかなと思います。オーチャイロハナムグリね、結構野外では珍しい、ね、種類で、まあ、飼育してる人もね、あんまりいないような種類なんで、ね、大切に、まあ、飼育して増やしていきたいと思います。はい、じゃあね、ご視聴ありがとうございました。まあ、今回の動画でね、オーチャイロハナムグリっていうハナムグリが日本にいるんだなっていうことと、まあね、日本最大のハナムグリが、こいつなんだなっていうことをね、覚えていただければいいなと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。失礼します。